今日もじゃあ20踊ったら、それはまずいじゃん。本当ですか、うん、だってこんなもんしか分からんもん。足をこうやってあげるもんしか。あ、もう全然それそれぐって、はい、今日踊ってくれる。今日最後あの締める。あ、寒くなってきたな。はい、寒くないの？大丈夫です。一番お給料もらったのはどれぐらいですか？レーソルの頃だな。レーソルの時ですか？レーソルの時はいっぱいもらってたな。いっぱいでもな、他の選手に比べたら安いけどな。時どれぐらいですか？いやでもなでも5000万はいかんよ。5000万はいかん、うん、はあ、なかなかリアルな。だって J2 から J1 上げたしよ。そうですね、うん、あの頃がバブルだったね。やっぱ監督のそのバブってる時とかってあるんですか？その監督会でっていうか、今は少ないとか。うん、そりゃそうだろ。今は少ないよな。今まで監督やった中で一番少ないだろ。あ、そうなんですか、うん、九州リーグより低いからな。宮崎よりってことですか、うん、そうなんですよ。でもあれで、あのそこまでお金なんか要求せんしね、代理人よりし、もうやりがい。そうだな、生活できればいいからよ、うん、やれるまでずっとやるって感じですかね。やりたいけどな、なかなか雇ってくんねえんだよ、ね。そうですか、なんぼでもありそうですか。そんなことないんだって、みんなね、やっぱり若い人がいい、若い人がいいいうふうになるから、うん、選手じゃないんだからな。確かに経験値が違うんだからな。確かに。後期なんか聞きたいって言ってた。え、フィジテクのあれ。あ、そうや。フィジテクってどこで開発したんですか？山形で、昔 JPL 一番最初監督になったのは山形なんだよ、ね。で、雪がすごいんだよ。はいはい、今そうでもないんだろうけどな。昔はあのコーンが隠れるぐらい、赤いコーンがあるじゃん、 あれが隠れるぐらい雪が積もるんで、それで合宿なんかできへんからなかなかな、はい、で、使えるのがバスケットコート一面の体育館なんで、そこしかサッカーボールを使っちゃダメじゃったんで、それでそこでやっぱり 2,30 人の選手を、ね、動かさなきゃいけないし、で時間限られてるじゃん、借りてるのが、はい、まあ、1時間じゃったり、はい、1時間半じゃったり、でその中でどう効果を上げていくかいうんで、そのサイドボレーアップなんかでよくサイドボレーだけのがあるじゃんか、はい、で、それに時間もないしスペースもないから、私畳1畳ありゃ選手殺せるからよ、うん、えとんでもない発言、はい、とんでもだってあれやな、はい、でそういう広さもないし、コートもボールの数も限られてるしいうんで、そういうただサイドステップやるだけじゃ、あ、サイドステップじゃ、サイドボレーやるだけじゃ、あのフィジカルなんないじゃん、はいはい、まあ、技術的なあれかもわかんない、うん、ただそういうフィジカルがかかったようにいうんで、もう与えられ一番最初の山形の時の環境がそうじゃったの。なんでそれからこういろいろこう工夫しだしてから、うん、長い距離をめっちゃ走るとかはあんまりなかった？その時はもう体育館だからな、バスケットこういうことをぐる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 回ることなかなかないじゃん。ただ1週間ぐらい J ビレッジとか行って合宿ができてたから、うん、まあ、J ビレッジも福島でバスで行けるから全員でね、その時にはやっぱそういうトレーニング1回は合宿使えるからな、うん、それはほいでその後はあれなんだよ、あの人工芝でテニスコートができたんだよ。お、うん、それテニスコート3面ぐらいあるのかな、はい、広さで人工芝言ってもテニスだから下に、砂が入ってんだよ、はいはいはい、な砂があって人工芝があってそこに砂を撒いててこう、はい、硬いんだよなテニスだからな、はいはい、やっぱりそこでそういうのができて結構 1000m とか 1000m とか走るからよ、目がぐるぐる回るわな、千枚なんかな、そういうのは やりだしたけどな、余計なことしたな、そのテニスコートテニスコートそれで時間がやっぱり限られてるし、いろんなテニスコートだからいろんな人が使うしな、
それでこけたらもう、それでその中でこうゲームとかいろいろやるんだけど、こけたらもうスリムくからな。確かにすごい。怪我人とかいなかったんですか？怪我人な、あのな、でわしかなりウエイトトレーニングやらしてたんで、あだから、今はまあ週に4日なんだけど、わしが最初の頃は週に5日やってたんで、はい、だから試合やって休んで、まあ、土曜日やって日曜日休んで、月火水木金5日やって土曜日やって、そうか、リカバリーがない感じ。そうそう、リカバリーがなかったんで、なので週に3日筋トレしてたんで、はい、場所は違うけどな、あの この日はここで、この日はここで、そういう、それで、筋トレしてて、でわし、まあ、ここにも砂場あるけど、はい、砂場で片一方だから午前中は筋トレとフィジカル、砂場なんだよね、はい、で、砂場でも、走り幅跳び用の砂場なんだよな、あ ここみたいに広いわけじゃない、もう本当に走り幅跳び用の砂場の中で、フィジテックをやらせてた、あれを砂場でやってた。それでな、山形の砂場が抜群にいいんだよ。あ、そうなんだ。ズボズボ埋まるんだよ。いや、きついっすね。めちゃめちゃきつい。それで、筋トレと砂場やって、で、まあ、1時間ぐらいやったら交代してっていう感じだったんです。週に、まあ、筋トレ砂場は1日じゃったけど、筋トレと走りが1日とかいう。で3日で上とやらしてたんだよな、はい、で選手が最後の年でもうお金がなくて、選手がフィールドが20名じゃったのか、それでキーパーが3名じゃった、23名でやってたんだけど、4年目なんだよな、まあ、1年目から筋トレこうやってて、それで4年目になるとやっぱ体鍛えてるから怪我がないんだよ。で砂場やってると、砂場で砂噛むじゃんかと、はい、あ裸足でやってた、ここタカなんか靴履いてやってる、私の時必ず裸足でやるんだよ。砂を噛むし、こうどういうのは砂場の上だからこう微妙にずれるじゃんか、それでここら辺の足首の周りの筋肉が鍛えられるんだ。だからほとんど怪我に出なかったな。一定の期間超えたらもう怪我しなくなってくる。そうそうそう、怪我よくしてた人でも。そうそうそう、だから相当鍛えて、だからわし、あの時山形の4年目じゃったんだけど、はい、相当きつかったもん。だって週に3日は午前午後だからな。で午前中は筋トレとそのフィジカル。ニブレンが週に3回。3回で、さすがに2日前は落とすけど。さすがに2日前落として。2日前落として。2日前落としてゲームして。それで休んで3日間鍛えて。それ多分わしのサッカー人生、監督サッカー人生の中で、あの年が一番きつかったじゃん。だから怪我人が出なかったし、やっぱり長いことみんな長いこと選手やってたよな。だから2回目行った時も、若手だけは、はい、一番最初のタカがトレーニングするじゃん、今午前中、はい、あれはまあ年配の人はタカに任せて、はい、若いやつだけ連れて砂場で、あ砂場のトレーニング、今浦和行ってるゆるきこうやいて、あいるみたいな、はい、あれなんかもよく砂場でやってて、へうまい感じやけど鍛えられてるってことですか、ね、手倉森長崎の監督が選手の頃だ、はい、どんな人やったんですか。あのまんまで、あのまんま、うん、よく冗談言うし、それで、孫とは双子なんだよな、あれ、はい、双子でやってた、まあ、その前アントラーズだったからな、はい、アントラーその前にスミキンからアントラーズ行って山形来て、で後からわしが入ってって、はい、で孫の方がいや怪我が多かったんだよな、それで2年目になった、1年目一緒にやってたのに、2年目になった時にコーチがいなかったから、うん、誠にコーチになったら言ったんだよ。で、でもし今、まあ、本人はまだ選手やりたいんじゃろうけど、ただ怪我が多いから、なので今辞めてコーチになるチャンスがあるのと、うん、もし誰かが来て自分がコーチになろうと思った時に指導者になれなかったらチャンスがまたなくなるぞという話して、で2年目から一緒に。だから監督はわしのコーチ
誠の、それでマネージャーが1人、この3人で全部やってた。へー。キーパーコーチとかもいなかった、うん、キーパーコーチは誠がやってた。わしはうう、フィールドを見て、ーキーパーコーチ、やっぱりキーパー特別だからな、うん、誠が見てた、うん、すごいですね、その時の、うん、じゃあコーチとかは何でも指導できる感じですよね。そうそうそう、健吾なんか、中村健吾なんかが入った年、フロンターレ入った年なんかフィジカルコーチいなくて、わしがやってたから、そりゃ大変だよ。イッサンフィジカルコーチだと思ってたんですけど、ね、違うんですか。フィジカルコーチがフィジカルもわし見てたから、はい、そりゃ大変だよ。なタカみたいに脈拍測ったりとか、そんなにないからよ。まさに理不尽だから。やっぱ楽しいですか、その、みんなが。しんどい感じの、いやそんなしんどいのが楽しいわけじゃない、良くなっていくのが楽しい。良くなっていくで、あのフィジテクユーって梶明なんかいたじゃん、あ、はい、頑張りな、うん、あれ大分の時、わしの時セレッソから大分に来たんだよな、はい、でセレッソで試合出てなくて、大分に来てで活躍してエフト行って頑張り行ったんだけど、はい、その時にやっぱりフィジテクとかいろいろやってて、わしが辞めた後連絡があってフィジテク教えてください、はい、もう自主練でやるんでみたいな、すごい仲ですね。だからな、あのフィジテクいうのは結構評判ええんで、本当にな、練習嫌いなやつでもあのあれは良くなる、あの体のキレが良くなるとかな。いやあれ一番きついよな、一番めちゃめちゃきついですよね。マンツーマンのやつはきついよ。あ、はい、あの前やったやつ前の、うん、あれ本当に僕飲んでないけど吐きそうになりました。飲んでないけど体のキレが良くなるっていう、選手には評判いいんだよ、まあ、よくよ、選手上がりのコーチなんかがよくフィジテクやってるみたいな。だから誰だったっけ、大分の時にフィジテクやらされましたとか、コーチ、あのわしの時の選手のやつがユースかなんかの監督になったんじゃろうじゃんな、ああでフィジテクやってたと、だから知ってますとか本当場所もな、そんななくたっていいじゃろ、ボールも1個あればいいんだ。そうですね。コロナ中とか一番いいですよね。コロナ中の、はい、コロナ期間、うん、本当に一般の人にもね広まれば一般の人室内で できんじゃん、まあこれぐらいの範囲、まあでも息が上がるからな、やんないでしょ、あんな。いい、好きな映画ってありますか。ある、あのね、私まあ映画好きなんだけど、はい、世界最速のインディアンに出会って、聞いたことある。ある、はい、ほんまに。誰ですか、あの監督って誰ですか。監督は知らんけど、あれは主人公いうか主演はアンソニー・ホプキンス、アンソニー・ホプキンス、はい、彼の映画なんだ。結構昔のやつよね。2005年か6年ぐらい。ちょっと見てみよう。知ってる？あれレーソンの時じゃったけど、たまたまマネージャーが何個かこう DVD をもらってきたんで、はい、でその時に世界最速のインディアン。はい、なんでインディアンが最速なんだ、足が速いインディアンがいいのかなと思って見たんだよな。言ったらよ、インディアンいうバイクなんだよ。あ、バイク、バイクの名前がインディアンいう名前でかね。でそのアンソニー・ホップキンスが結構年齢経っても夢を追いかけて、うん、そのアメリカの塩でできてる、塩でできて大平原みたいなのがあるんだけど、はい、そこで世界最速の記録を出す言うてこうチャレンジしていくんだけどな、60過ぎてもチャレンジするとか本当にあった話です。本当にあった、本当にあった話なんだけど、それがな結構感動してから、な最初舐めとったんだよな何がいいやんでこんなんこんなんってやってそれでそれ見たのよ、面白くて。それでこの前そういう話をしてたのかな、黒と。それで遠征行くのにバスで行くじゃんか、はい、バス行くのになかなかその世界最速のインディアンがないいう話してたんだよな、はい、その DVD でも売ってないんで、あ、それたらたまたま会ってからよ、うん、この前どっか行く時に見たけどな。見てみようじゃん、世界最速のインディアン、アンソニー・ホプキンス、ずっとね、そのちょっとね
アメリカ人が素晴らしいんで、みんな その人はニュージーランドかな、ニュージーランドからアメリカに行って、そのアメリカで その世界大会いうかその競技会に出るんだけど、それ参加資格が必要なんだけど、その人はそういうの知らずに、行くんだよな、船かなんかでからな。それで、最初なかなか参加できなかったけど、アメリカ人がなんじゃかんじゃいてやってくれて参加できるようになって、みんなが応援するような形なんで、感動しそう、感動しそう、うん、ちょっとあれはねおすすめだな、すぐに見よう、すぐに見よう。西野かな、西野かなさんのどこが好きなんですか、うん、あのな、歌でわし札幌、あと中国に1年間行ってたんで、な、中国のプロっすか、うちはないしに、アンダー18 の、 中国言うて、日本の国体みたいなのがある、それで中国の人にとってはオリンピックの次に大事な大会なんで、それが4年に1回な、毎年なし、日本毎年じゃんか、それが4年に1回あるんだよな。で、日本だとサッカーはアンダー16じゃんか、はい、中国はアンダー18とアンダー20の2チームが出て、あの戦う、はい、全中国から集まってから、はい、わしの時は大連いて、遼寧省いうところで、はい、やったんだけど、はい、大連とやったんだけど、何の話やったっけ、西野かな、あ、西野かな、はい、そうそうそう、それで、中国行った時、まあ、ちょうど岡田さんのチームの、岡田さんが公衆緑場というところのトップチーム見てて、はい、そこのアンダー18がその大会に出るいう話 で監督を探してた時に、はい、たまたまワシントンと声かかる、もう皆に断られたんだってな、中国だからな、それでわしも仕事がなくって、はい、そしたらクリスマスに岡田さんが電話があって、クリスマスプレゼントやるよ言って中国の話でその大会で活躍すれば、やっぱ評価されるんだな。で、そのアンダー20の監督がいるけど18がいない、はい、アンダー20まではもうトップチームだからな、でアンダー18位はその下アカデミーみたいな形になる、で、その時に、一人で中国に行ったんだよな、うん、でくじけそうになる時あるじゃん、言葉も通じんし、はいはい、なかなか下手くそばっかりだし、でこれをどうすりゃいいんだろう思った時に西野カナの音楽が心に響いた、じゃあ本当に歌が良かったんですね、歌が良かった、なんていう歌ですか、いろいろあるけど一番好きなのは If いう歌なんだけど、もしもバス乗るのによ、もしもこのバスに乗らなかったらあなたに会えてなかったいうような歌がね、If いう歌がある、聞いたことあるのタイトルは、うん、それはそう、西野カナって結構こう励ますような音楽じゃん、そうです ね昔はな、はい、最近がもう引退しちゃったけど、最近のはそうでもない、恋愛のが多いけど、昔は結構ね励ますような音楽を言って、はい、でそれでこうたまたまじゃけどな、たまたま聞き出してから、そういう、じゃあ会いたくて会いたくてとかはそんな、うん、いやいや会いたかったよ震えてたんですね、震えてたってことです、私たちいう音楽があったのかな、私たちいう西野かな、うん、ちょっと分かんないです、うん、多分そういう題名じゃと思うけど、それからこう聞き出してて、で、たまたま中国行った時にそういう音楽を聴いて、苦しい時にその音楽を聴いて一人で行ったんですか、アイスさん一人で行った1年いうか9ヶ月じゃない、あ、9ヶ月、9月に大会があるから、はい、シーズン終わってからだから1月から9月に、まあ大会終わったらもう帰る約束でか、契約でか、9ヶ月契約、もう結構しんどかったですか、向こうの生活っていうか、まあただ通訳が中国人なんじゃけど、もう日本が大好きなんで、はい、通訳のやつが良かったから、だから、
な、通訳が向こうに疲れると、中国側に疲れるとしんどいじゃん、はい、言ってること本当にね、どういうふうに訳してるかも分かんないし、はい、うまく伝わってるかもどうかも分かんないし、でそいつな日本に6年ぐらい留学してたんで、あ留学しててからで、日本大好きで、日本語もほんまにお前中国人なのいうような、日本人じゃないのいうぐらいの言葉喋るんで、それでにしょっちゅう日本に遊び来てるんで、あの、はい、スノボーが大好きで、スノボーしによく日本に来て、たまに連絡あるんだけど、はい、でやっぱり通訳が良かったから結構助かったよね。やっぱり通訳って、まあ、な日本でも外国人の監督たくさんいるけど、はい、やっぱり通訳がちゃんとやってくれないと仕事にならないよな、それが良かったな。でその大会が今度来年あるんで、4年に1回だから、はい、来年あって、この前中国の代理人の人からもう、お茶中国どうですかでその大会で、まあ、あのその大会で予選があるんだよな、まあ、で最後は8チームでその全国大会やるんだ、8チームで戦うね。それまで8チームに絞るまで予選2回か3回ぐらいやるんだよ。それ勝ち上がらないと9月までできない。あだから負けたらもうそこで終わりだからな。 あるかもしれないってことですか。何がイーさんがその中国に行くっていう。ない、もう神さんが許してくんないじゃん寂しいですもんね。確かに。でもそのそこがな、日本から、3時間半ぐらいのとこかな。あ近い、ね、ちょうど日本が日本海側の方だから、なんで成田から3時間半で毎日飛行機、アナの飛行機が出て、その頃はな、今知らんけどな、その頃毎日出てるから2週間に1回は帰ってきてたから。あそうなんすか。ビザがなかなか降りないんだよ、就労ビザが。就労ビザが降りないと給料もらえないからな。それでに、いや結構厳しくってよ。それで普通だと3ヶ月おられるんだけど、中国の場合2週間しかおれないんだよ。そういう理由で帰ってきた。2週間経ったら帰らなきゃいけない、ビザが降りるまで、就労ビザが降りるまで、で 2週間のためにめっちゃ帰って。その代は出るんですか、そのチームとかから。いや年間何回で出てるからな、年間何回であるから、まあそんな自分でな、払わなきゃいけない。向こうでもじゃあフィジテクやってたってことですか。そうで、中国人でどんな顔してました中国人。いやそれきつい、それよりフィジカルコーチいないから、あわしがフィジカルやらせてたんだけど、毎日 1000m 走らせてたんで、置いたらあのサッカーコードをたまたまこう2つひっついとったんで、はい、9面ぐらいあるからサッカーコード、サッカーコード 2つひっつけたら 400m トラックが取れるんで、なんかそこ毎日走らせたらそこだけハゲちゃってよ、こうトラックができちゃってめっちゃ走ってるよ。だから 1000m 走ったら 300m 走って 100m 走って、また次の日 1000m 走って毎日走らせてたから。いやもうボールはそれ午前中で、で午後ボール使って取れる。毎日ニブレンってことですか。毎日ニブレン2週間だ。あ、そかそかそか。2週間しかいねえキャンプみたいな感じで。そう、2週間毎日やって、もう中国人泣いてたもん中国人泣かしたもう大体あれですもんね。あと AV 女優の名前だけ AV 女優調べないと誰なんですかね、調べないと。あとは NiziU と、あ、縄跳びダンス。縄跳びダンスだ。そら、だってこんなもんしか知らんどお前。あ、もうそれで、あの全然、はい、あっこだけでもうほんと軽くやってなんかどういう企画が好きとかあるんですか、イッサンさん。何あの AV の中でってますどういう企画なんかどういう。最近見てねえからな昔これすごいの好きやったな、そのシチュエーションとか。いや昔はやっぱり出てる人が好きだったんじゃない。あ出てる人、その桜庭なんとかいう人。桜庭じゃったっけな、胸が大きいとかとか。いやブリッコがブリッコ、そこでもブリッコ、そこでもブリッコ、そこから来てブリッコが来てるって感じ。ブリッコは松田聖子からかな。あ、確かに聖子ちゃんカット。そうそう聖子ちゃん昔とか確かに企画とかなさそうやもん。あ、まあ確かに今も企画であんの。なんかマジックミラー号とか。何やそれ。そこのあの、
ガラス張りになってて、向こう側はこっち見えないみたいな。向こうから見たら鏡、そう、向こうから見たら鏡みたいな感じ。こっちから見たら向こうが見える。だからまあ一般の人たちがそこ歩いて通ってこっち見たりし、されしながら。ああ、そういう意味か。はい、あ、こっち側でそういう行為をやってる。そんなもんだ。だって見えないよ。見えてないですよ。こっちがちょっと恥ずかしいっていう、ね。勝手に見。ああ、そうかそうか。こっち側は向こうが見れるからね。そうそうそう。はいはい。そんなに喜ぶ人いいの？こう痴漢されながらちょっとなんかする。ああ、へえ、そうなんだ。すいません。うまくまとめろよ。まとめます。大丈夫。健太くんの。もっと面白い話ないの？と面白い話。一さんの滑らない話ありますか？分からん。それがようわからんのであのよく滑らん話でやってんじゃん、はい、それのどこが面白いのかわしよくわからん。テレビ見てて全然、うん、一さん的に、うん、わしのこの話したらもうみんなは爆笑してんなみたいな話ないですか？あんまりないな。どういう話があんの？オッケーった。もちろんないです。難しい。あれだし、そんな世界のサッカーが見れないからよ。日本じゃな。昔三菱のあれだな、ダイヤモンドサッカーやってたけどな、夜中にな。それサッカーの番組でそれを見るぐらいだからな。ブンデスリーガーとか流行ってたんですか、その時は？いやいや、その頃はイングランドリーグだったのかな。へえ、イングランドリーグ。うん、最初はダイヤモンドサッカーの頃はイングランドリーグじゃったんで、それで、イタリアに行ったのかな、ドイツ行ったのか、うん、ドイツ行ってイタリア行ったのかな。テレビ結構こう日本で放送されるのかな。はい、ドイツちょうど奥寺さんがドイツ行ったからな。釜本さんってもっともっと上ですか？もっともっと上。釜本さん試合したことあるけど、こんな足太くて太かったんですね。ぐっとい太い。そんな太いんですね。やっぱスーパーでした。スーパーだな、ほんと。あの人こそスーパーだな。すごかったよ。一さんと同世代って誰ですか？その有名どころの。木村和志。ああ、へえ。金田信俊。岡田武史。田島幸三。サッカー協会会長。すごいですね。で、岡田、あ、鈴木萬、アントラーズの GM。 あー、で、フロンターレの庄司、 GM やってる、はい、GM 以下協会やってるやつな。特にちょっと一さんいいっすかね。あ、それではお願いします。いやー、ありがとうございます。いやー、もうだいぶやってくれてる。普通動かないですよね、手と足。はい。いや、ないでしょ。すみません、ごちそうさまです。ありがとうございます。全然本来の健太くんじゃないです。どうしたんですか、お前。まあでも慣れかけるかが大事じゃない。まあ確かに。あれが滑らない話の動画を覚えたから。はい、やっぱ感性多分違うんですよ。人と。いや、めっちゃおもろかったっすよ、やっぱ。はあ、普通に、その、そうそうそう。全然この話永遠に聞けるっていうか、イッサンの話もっと聞きたい感じの。なんだ、絶対テレビとかで言ってない。言ってないんじゃないですかね。いや、今日の撮影場所です。ありがとう。また明日。お疲れさん。いやー、よかったね。普通に和やかな感じで。